実社造営量当選。実社造営量当選は、14世紀前半、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけてに、主要な自社の造営、修復、増築を含む費用を獲得することを名目として、幕府の認可のもと、日本から元に対して派遣された貿易船軍のことである。特に県庁自戦、天竜寺戦などが有名。日中関係史において、現行による、 関係悪化、13世紀と日民貿易、15世紀の間の気をつなぐ、反感反面的な交易戦である。文英の役、公安の役の領土にわたる戦い、現行で日元関係は決定的に悪化し、その後も首来、清楚は3度目の日本遠征計画を立てていたが、海軍力の弱体化や国内の反乱などの理由により目に移すことはできなかった。 また日本側においても、鎌倉幕府は三度目の襲来に備えて、西国語家人への異国敬語番役を解くこともなく、鎮税短大を設置するなど警戒を続けた。しかし、久ビ来の死後は、元側にも、沿線機運が広がり、また当時出没し始めた和光による、海賊的死亡役を防ぐ意味からも、沿岸部の甲州、泉州、軽減、寧波などに、死白死を置き、 日本との平和的な交易を望むようになっていた日元貿易。鎌倉時代後期には異国敬語などの出費が増大しただけでなく、貨幣経済の浸透や分割相続性によって幕府を支える中小御家人の霊彩化、疲弊が進んでいた。また幕府や本所の支配に従わない悪党や海賊などの横行によって、省園、公領からの収入も滞るだけでなく、 悪党討伐のための出費も、幕府財政を圧迫していた。しかしその一方で、鎌倉新仏教の普及や、主要寺社の火災による損壊などから、むしろ、鎌倉時代後期は、寺社の新築、改築の必要性が増しており、幕府はこれらの莫大な増営費用を確保するために、新たな財源として、貿易船による収入という手段に注目していた。元に滅ぼされた南宋。 1279年に滅亡から日本へ渡った家、蘭敬、道高、骨安船や、北条と木舟の招きに応じて来日した、無学祖元、元からの国師として来日した一山市康氏など、13世紀末から14世紀前半にかけて大陸から日本へ渡来した前奏は多く、彼らの訓導を受けた、日本の弟子たちは、死が学んだ元への留学を望んでいた。 また前週に経していた幕府の有力者たちも国家間の緊張関係にもかかわらず元の巧妙な前奏を将来することが多くなった。これらの前奏の往来の多くは非元間を交易する商船に便乗することが都合よく、これら僧侶の日記にはしばしば商船にて来日、入り元したことが記されている。こういった前奏の往来にも自社造営領当船が用いられていたことが 推察される。上記のごとく自社造営量当選は、幕府や自社側の必要性から派遣されたというのが通説であったが、近年の研究では、むしろ貿易船の主体は博多などの商人であり、利順の一部を自社の造営費用に充てるというのは看板に過ぎなかったとの見方が提唱されている。とりわけ昭和51年、1976年、 韓国の全羅南道新安軍千島誘導、徳島沖の海底から大量の荷を積んだジャンク船が発見、引き上げられた新安鎮船ことで、これまでの自社造営業当船の通説的理解は、大いに修正を迫られることになった。新安鎮船から引き上げられた遺物には、白磁、政治の天目ジャーンなどおよそ1万8000点に及ぶ、陶磁器や約25トン800万枚もの銅船。 そして346点もの罪に木管が含まれていた。口実のごとく、この船は東福寺、元京都市東山区造営を名目とした貿易当選とみられるが、罪に木管の中には、公子、公益船長の意という字を記すものが110点はあり、その多くは公私,私と記され、商人の私的公益品が多く含まれていたことが伺える。村井昭介は、 この船は、博多を拠点とする貿易商人が主体となったもので、東福寺や幕府は、多くの荷主の中の一つに過ぎなかったのではないかと、推測する。さらに、新安鎮船に限らず、この時期の自社造営業当船の多くは本来、博多を拠点とした商人が主体であったとする。博多には、平安時代の日宋貿易以来、宋から渡来した商人が今日構える、逃亡あるいは、 大東外と呼ばれる町域があった。だが、モンゴルの南下による層の水防により、大陸へ帰還したり日本へ土着するものが現れる、などで縮小し、火元関係の悪化によって、中国商人の博多定住も困難となっていた。そこで、貿易商人が博多に長く滞留することなく、船を早く開港する必要が生じ、これが商人らの競争を加速したと思われる。そんな中、 競合商人が少しでも有利な条件で参入するために自社造営という看板を掲げることで日本の政治権力、武家、事家と提携したのが自社造営領当選の正体とみる。実際、幕府が国内沿岸を運行する当選の警護を最国の御家人に命じた例がいくつか見られるものの概要に出た後の公開は護衛することなく基本的には商人たちに放任されていた。 また、皇術の天竜寺船がいる、元の際、和光を警戒する、元の関係に入港を阻止されていることは、幕府の公的な公認というものが、実質上の意味、密、貿易船、和光ではないことの証明を有していな、片言を示している。従来思われていたほど、幕府は、積極的に関与したわけではないと思われる。また、新安鎮船の建材は、 中国港南地方産の台湾末とみられ、形式も中国南部でよく見られるジャンクであることから、津波となった商人も中国人であったり、商船の建造が中国で行われた可能性もある。しかし当時、密貿易に関わる和光も含め、このような国境沿岸の貿易商にとっては、国籍はそれほど意味を持たなかったと思われる。元側の資料では、綱波の出身国に関わらず、 博多から来航した船は、日本船、和船として扱われている。自社造営領当船は、主に、博多と軽減、後の名州、ネーハを結ぶルートを交冠したが、軽減の代わりに、復讐港が利用されたこともある。陰に四年、1306年、商業寺、現横浜市金沢区造営領を獲得のため派遣。鎌倉幕府の重心であった。 金沢流法上氏が主体とみられ、商明寺の僧である都市女房解放まれが乗船したことが、金沢文庫の古文書見られる。なお、この時期に、県民寺の前僧、雪村智梅がいるもとしているが、この当選と関連していた可能性もある。貿易戦は、翌徳治二年、1307年、1309年説も、ありにも再考した模様で、明州の市白紙と、 日本商人との間のトラブルにより害が放火、略奪される事件があり、艦長、スパイの容疑で、雪村智梅が捕らえられている。昭和4年、1315年頃派遣。徳時3年、1308年に、火災で消失した、極楽寺、玄鎌枕市の修復費用の確保のため、極楽寺の窓か林房が都頭のため上落、近日畜前へ下校している。 その後、極楽寺造営領当選の帰国を喜ぶ書状が出されている。戦術のごとく、1976年に韓国の新案で発見された沈没船から引き上げられた遺物の中に大量の積み荷木管が含まれていた。木管の中には、孔子、東福寺、箱崎などと記されたものが多数は中国から博多へ向かっていた。 公益船が何らかの理由で沈没したものと思われる。東福寺と記された木簡の裏に、十館紅葉などの字が見られることから、この船は、元王元年、1319年に消失した、東福寺の造営料を名目として派遣された、当船であることが推測される。この船は、元行3年、1323年に見るもとしたと思われ、2年後の小中2年、 1325年2月、東福寺は無事修復されている。小中2年、1325年7月、火災で消失した鎌倉の勝長寿院、県長寺伽藍の修繕両年室を名目に派遣、俗に県長寺船と呼ばれる。翌火略元年、1326年9月に帰国。国内航路に関しては、航路は筑前国士五代。 袋は、薩摩国主五代にそれぞれ敬語が命じられている。本来は、前年の聖中元年、1324年に、派遣される予定であったが、聖中の変により延期された。なお、前奏中岩延月、不分敬義キらが同戦し、元に留学している。また逆に、元の前奏清、スタナ・マサ特奏北条高時が来日を要請や、すでに、 私もとしていた日本図を個性印もと、無因玄坊森らが同戦し、来日、帰国を果たしたとみられる。年次不明、元徳元年、1329年節が有力の、全執権法上、金沢貞明の息子、貞行、六原短大宛所上に、翌春に、関東大仏造営業当選が、私そうする予定であると書かれている。 しかし、実際に当選が高徳院、鎌倉大仏に造営費を納めたかどうかは不明である。この年、日本から入り戻していた、雪村友剛や、元の高層である、名曲蘇春、軸船本船ら前層が、商船で日本へ渡している。その前連に、復讐に入港した日本船と見られるが、この船が再び元へ開港する際に、 関東大仏造営量当選として指定された可能性がある。現行2年1332年に摂津国住吉神社、現大阪市住吉区の造営量を得る名目で派遣された当選。日本から入りもとしていた前奏中岩円月がこの年に商船で帰国していることから上記の関東大仏造営量当選と同様、この船が元へ再航する際に、 住吉神社造営領当選に指定されたと思われる。帰国後、実際に住吉社が造営される際には、鎌倉幕府は滅亡しており、五代醐天皇の臨時によって造営費に充てられている。後述の天竜寺線派遣、1342年の際に日元間の貿易船が10年間途絶していたとあることから、この住吉社船が、 鎌倉時代における最後の自社造営領当選であり、以後は鎌倉幕府が滅亡したこともあり、当選の王冠は停止した。詳細は、天竜寺戦を参照。延元4年、1339年南朝の五代後、天皇の法行を受け、北朝の将軍、足利高氏が、無双祖籍の勧めに従って天竜寺、元教都市右京区の創建を決意する。 しかし成立間もない室町幕府は、南北朝の動乱の中財政的余裕はなく、副将軍、足利忠義は略王4年12月23日、1342年1月30日、鎌倉幕府の礼に倣い、無双と相談の上、翌年秋に造営領総選の派遣を提案した。博多商人のイタリボンが、綱氏、船長に指名され、 イタリボンは貿易の成否に関わらず、帰国時に現金五千0分を納めることを訳して、予定通り、翌公営元年三百四十二年八月に元へ渡航。住吉社船以来、実に十年ぶりの貿易船となった。なお当時は、増天竜寺総船の名で呼ばれている。天竜寺船にも正解例見、愚獣衆及びなど、約六十名の前奏が乗船したが、 元川では1335年から1336年にかけての和光事件を契機に、軽減、明州、後のネーに入港する日本船を海賊船とみなして、港の出入りを厳しく制限していたため、民の関権に阻まれ、入民を果たしたのは、愚中ら11人のみだったという。この当船の利益をもとに天竜寺の根竜が行われ、公営2年、 1343年11月、竣工している。上時6年、1367年一師の田島入道道線が、両病院造営のために計画したが、中止されている。中原氏、守の日記、四守記によれば、入り元船を仕立てるために、胸別船にまで徴収されていた。徴収のため派遣された武士は、ご光恩天皇の臨時も獲得しており、幕府、 朝廷共に支援されたものであったが、結局この造営船は派遣されることはなかった。翌年、元は、信仰の妙を朝に圧迫され、北のモンゴル高原へ交代した、北元。元の滅亡や南北朝動乱の継続により、日中双方の中央政体が混乱し、当選に与える名目も喪失したため、自社造営量当選の時代は終わりを告げた。しかし、 当時戦火を中造していなかった日本では、貨幣経済の発達に伴い、大量の動線を必要としており、また、陶物と呼ばれる陶磁器をはじめとした、中国の文物の需要も、依然旺盛で、貿易船の必要性が減ずることはなかった。そのため国内の混乱にも乗じて私貿易船が、横行し、いわゆる前期和光と呼ばれる、江南沿岸や朝鮮半島への海賊行為も、 行うようになった。元の交代で1368年に成立した新王朝、明は、モンゴルから中華を奪回した王朝としての自負から強烈な改思想を施行しており、私的な公益は認めず、作法体制と呼ばれる国家間の公式な超工貿易に限定しようとした解禁政策。百六十八年に早くも、公文は新王朝建国の報告と、 朝廊要求を近隣諸外国に発信し、日本へは、それと共に和寇の金圧を要求している。日本側では、南北朝の動乱が、特に、博多を含む九州においては収まっておらず、当時九州の有力者であった、南朝側の金永新王が、民の使者に応じ、日本国王に封ぜられている。しかし、金長新王には朝廊貿易を主催する財力も、倭寇を取り締まる。 海軍力もなく、民の期待に添えぬまま退場した。南北朝を統一し、安定政権を築いた足利義満が、正式に民からの作法を受けることで、15世紀初頭から、日民貿易、観合貿易が開始するのである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。